ちは、もしです。ご視聴ありがとうございます。本日は鳥取県に来ております。でね、たくさんの方々がどなが来てますけれども、お名前お願いします。はい、夜食ハンターの竹本明と申します。よろしくお願いします。お願いします。ここで生物多様性保全をやってる小宮と申します。この集落の人間です。お願いします。毎度おなじみ、うーたいるー魚家にあたりです。はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、今回は小宮さんのフィールドにね、お邪魔させていただいております。小宮さん、このあたりずっと生態系保全みたいなことをされてるんですかね。そうですね、もう彼にいろいろ協力してもらいながら、なるほど。ここで外来種を抑え込んだりとか、いろんなことやってますね、はい。はい、ということでね、まあ外来種を抑え込んでいる場所でね、これからガサガサの方を追っていきたいと思います。そこから攻め込んでください、この網の方まで。このままかな。お、いいですね。はい。上げてみましょうか。はい。おぉ、ちっこいのが、やば。これ、タイバラか。入りました入ってる、入ってる、入ってる。ほんとだ。カワムツもいるし、ドジョウもいるし、まあ、いろんな魚入ってるけど、一番多いのはタイバラなのかな。この大陸バラタナゴはですね、1942年頃にですね、ハクレンが食用で輸入されたとともに、その種苗に混じって、日本に持ち込まれて、関東に来たんですけれども、そこからね、全国にどんどん広がっていって、タナゴとしては結構、まあ、綺麗ではありますのでね、タナゴ愛好家の方が広げたりとかした経緯もあるかと思われます。競合としては日本バラタナゴがよく例として挙げられますが、大阪の方ではこの大陸バラタナゴが繁殖してしまってですね、もう日本バラタナゴ絶滅危惧種 1A 類ということでね、ほとんど見ることができなくなってしまいました。まあそういった在来のタナゴ類に対しての競合問題もあります。また滋賀県では県の条例の方で飼育の方が禁止されているっていうね、県でも警戒されているぐらいね、かなりまずい外来種になっています。下流10メートルぐらい先で服部さんが待っているので追い込み漁していきましょう。さあ服部さん見えてきたぞ。よいしょよいしょ、はい、上げてください。よいしょよいしょ、おーおー、いい感じのが、まあまあ、タイバラ結構こっちも入ってるね。こっちも入ってる。結構入りました。あ、結構入ってる。はい、たくさん取れました。追い込み量さすがですね。なかなかいいサイズの大陸バラタナゴがね、ほとんどかな。うん、これなんか結構綺麗に混色出てますね。あとはこちらモツゴさん、かなりデカめのねやつが取れたりとか、隣はカムツということでね、一応在来のやつもね取れています。おお、小宮さんがとわみで取ってくれたみたいなんですけど、見てください、これ立派なナマズでございます。はい、かわいいですね。こちらもね小宮さんが取ってくれました。これはどんこちゃんですね。かわいいですね。何度でも何度でもここにいる外来種の数を減らすまで僕はガサガサをやめない。全員逃げまとうがいい。あ、溜まってる溜まってる。逃げ道なんてない。よいしょ、はい、よいしょ、はい、はい、どうぞ、はい、結構入ったんじゃないかこれ。こっちもタイバラ、はい、うん、普通やなまあタイバラやカワムツなんかが入ってますけれども、まあバスギルがいないっていうのはね、非常にいいことですねと思ったら、あれこいつだけ1匹まだ今日取れてなかったお魚ですね。オイカワですね。これは在来種のお魚になります。はい、こちら1匹だけ取れました。アメリカザリガニですね。ガサガサやっててもね、ほとんど入らなくって、全然ね数はいなかったです。ここの川、小宮さんが 3,4 年前からブラックバスとブルーギルをもうほぼ撲滅させた川みたいでして、バスギルもね全然取れないんですよね。いや素晴らしい。個人で生態系保全やっても意味ないよっていう方いらっしゃったりするんですが、割とね小宮さんぐらいのねガッチガチに生態系保全できる人だとね、消えます。バスギルが消えます、草が生い茂ってますが、その下にね多分隠れてると思うんですよね。バシャバシャと散らしていきつつ、奥には服部さんが構えている。待ってます。よいしょ、さあ入ってください、どうぞ、はい、よいしょ、ほい、あ、なんかでかそうな。はい、大陸バラタナゴばかりかと思ったらですね、なんとこちら日本在来種のヤリタナゴも入っておりました。見分けづらいですね。はい、これね非常に分かりやすい答えを2匹持ってきました。ヤリタナゴはその名前の通り細長いんですよね。大陸バラタナゴはね本当に横長なタナゴになります。どちらも綺麗なんですけれども、大陸バラタナゴはこのヤリタナゴともね産卵母貝の競合をしてしまいますので問題になっています。ここ怪しいね、いるんじゃないですか。さあ出ておいで、ゲット、いるね、おチビが。
ちっちゃいタイバラがいるな。うわ、このサイズいるんだ。困ったね。大陸バラタナゴのおチビはですね、背びれに黒い点があるのが特徴的でございます。大陸バラタナゴが日本の川にいるのは非常に良くないことではあるんですけども、この大陸バラタナゴがいることによって、とある生物がこの川にいるっていうのが分かることもあります。小宮さん、こちらあるのが何ですか？これはこの川にいるヌマガイとかササノハガイとか、そういう貝類になるね。めちゃくちゃいますね。もうこれあのそこの1メートル四方ぐらいから出てきた、はいはい、ここら辺にこれがいたっていうことですね。いろんな形ありますけれども、はい、これはじゃあ何貝ですか？それはヌマガイという貝なんですね。こっちのこのめっちゃとんがってるのがササノハガイ、なんか珍しい貝ですか？これは鳥取県だと、はい、もうあのこの千代川水系のこの周辺にのみ残ってるっていうような感じですね、はい、へー、すごい。ここにしかない一類になってます。うわ、やばい。あ、本当ちっちゃい子もいますね。世代交代が進みます。すごい。ということでね、しっかりと再生産されてる二枚貝がたくさんいる川っていうのがね、大陸バラタナゴがいると、まあ、分かるっていうのもあるんですけども、ね、まあ、本来はね、まあ、日本在来のタナゴたちでね、そういうことが確認できるといいですね。はい、最終的にこちら取れた大陸バラタナゴの数は合計で55匹になりました。ラインスタンプ好評発売中。売り上げはすべて琵琶湖博物館保護増殖センターに寄付されます。はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。小宮さんが普段フィールドにされているところをね、お邪魔させていただいて、ガサガサして大陸バラタナゴ55匹取り除かせていただきました。小宮さんにね、ここのフィールドについてね、いろいろお話をお伺いしたいと思います。この川はですね、この近くで環境大学の学生さん、当時彼らがその世代だったんですけど、田んぼを借りて近くでやってたんですよ。まあ、そういうのもあって結構出入りがあって、うん、そしたらもう4年5年前ぐらいになるんですけど、はい、まあ、この川にブラックバスが突然 3,40 匹現れる。突然ね、突然来たんですよ。突然ね、一体誰が なんで何があったんだろうどうしてなんだろうな。で、まあ、やべえなっていうので俺らでも取っては食い取っては食いってやってて、まあ、はい、2ヶ月ぐらいでそれほとんどご自宅来たんですね。はあ、すごい。2ヶ月後ぐらいもう1回20匹現れたんです。はあ、不思議ですね。で、まあ、その時にこう集落の人とかにもお伝えしながら、まあ、なんかもし怪しい人がいたら教えてくださいとか、はいはい、また行政の人とかに伝えながら、うん、まあ、そういう形でここ そのブラックバスを最初取り除くっていうことをやってて、うん、あとはあの竹本先生の野手班の影響を受けた学生たちが、はい、赤ミニガメを見つけて悪意、見つけて悪意をしてたら、もう3年ぐらいで見えなくなっちゃった。そうですよね。なんか今回全然見てなくてびっくりしました。ブラックバスブルーギルの初期の対応が成功して、あとなんか元々いた赤ミニガメもいなくなっちゃったっていうので、はい、今本当に環境が戻りつつあったんですけど、はい、この川の下流側にかなり大陸バラタナゴを優先している地域があって、はい、今ヤリタナゴと半々ぐらいの感じでいます、うんうん、なるほど。でこのバラタナゴの方がとくと多くなっていくことが多くて、はいはい、貝類は残ってるんですけど、まあ、結果としてこの辺で桜タナゴとか呼ばれていたこのヤリタナゴが気づいたこのタイバラの方に変わっていくっていうような状況になりつつあったので、まあ、彼にちょっと力を借りて回覧をこの集落中に回させてもらって、なるほど、ヤリタナゴという種類を今競合してしまっているので披露させてくださいっていう形でお伝えさせていただいて、まあ、それで本格的にバラタナゴ防除を始めたの今年からっていう感じになりますね。なるほど。ということなんで、まあ、まだまだねたくさんいちゃってるんですけども、まあ、これからね、どんどん数を減らしてってくれるんじゃないかなと、小宮さんに今後こうご期待ということで、ぜひね小宮さんの YouTube チャンネルで、まあ、そういったところとかもね、また今後発信等もあると思いますので、よかったらそちらのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、じゃあまあついでに隣の服部さんもなんかついでに反省いや別にそはい、なんかないですか。マシさんの動画で何度も告知させてもらってるんですけども、はい、日本中外来種取りまくって調理して提供する外来種キッチンカーを始めます。実現します。はい、応援してください。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ竹本さん、はい、最後お願いします。僕は宣伝はそうですね、本が出ます。まだ自分のチャンネルでも宣伝してないので初出しで、知らない一昨日くらいまで本当に出るかなって思ったんですけど、ここ2日頑張った結果出そうなので、初出し僕のチャンネルで、いや、出るはずなんですけど、出るとしたら8月に出ます。あ、了解です。すごいな。近いじゃないですか。そうなんですよ。なのでちょっとまあこれからうちのチャンネルに告知していくんですけど、こちらをご覧いただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。します。ということで以上マシでした。もしよろしかったね、僕の方もチャンネル登録高評価ですね、ぜひよろしくお願いします。励みになります。今後もこういったね地域で保全活動されている方々のね、取材等もやっていきたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。